斉藤慶次斉藤慶次斉藤慶次から1928年3月21日は、明治期の政治家、衆議院議員、ジャーナリスト、訓四等局実証受賞。武蔵国に斉藤清右衛門の長男として生まれる。埼玉中学を経て、大学予備門に入学するが中退。その後、慶応義塾に入って、政治経済を学び、自由民権運動に参加し、 自由党に加盟。明治18年に埼玉県会議員改選に当選し、矢部忠右衛門、堀越寛介らと埼玉クラブを結成。県会議員を辞任し、明治23年に大同協和会の結成に参画。秩父暴動の暴動で方面、その後再選し、東京クラブの設立委員。1892年に衆議院議員に当選。 自由党を経て第一次、大熊内閣で、板垣大輔内務大臣の秘書官を務める。その後、自由党の機関新聞、自由新聞の主幹となる。その後、立憲声優会が結成されると、埼玉県支部長を務める。大正3年に、万国議員同盟出席委員長。死後の昭和12年には、斉藤慶次王聖徳記念会によって、埼玉県加藤市不動岡の、 双眼寺の社会代理に銅像が建造された。ありがとうございます。